ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、静岡県に向かっております。もう毎度おなじみになってしまいましたね。冬といえば静岡県でございます。そして時期的なものもありまして、河津桜を見に行く予定であります。静岡の河津まで向かいますが、今仕事後なので、その前泊でまずは熱海に宿泊しようかなと思っております。もうずっと気になってたコンドミニアムがやっと予約取れましたので、そちらに前泊して、その翌日に河津に向かう流れとなります。それではまずですね、天気いいですね、すごく天気、静岡県まで少しの間ドライブを楽しみます。テイ！もうここ数年静岡県、特に東伊豆なんてもうコスパのいい宿泊まりすぎちゃって、もういろいろな予約サイト見てもコスパのいい宿が見当たらなくなってきてるんですよね。むしろあったら皆様に教えていただきたいぐらいな感じなんですけど、本日泊まるコンドミニアムもですね、1人4500円でなんとお風呂が温泉ということで、非常に楽しみなんですよね。で本当にね、その輸出にもよりますけど、あとクオリティですね、それ次第ではまた過去最高のコスパになるんじゃないかなっていう気がしていて、ドキドキワクワクですよ。もうあと数十分走ったら熱海着きますね。反対車線の渋滞がこれやばいっすよ。ナンバー見ると結構全国各地から来てる観光の方も多そうですけど、これマジ何キロ何十キロ渋滞よ、ずっと。マジ。すごい急坂登ってますね。楽しい運転。なんかすごい道になってきましたよ。おー、着きました。すごく風情がある建物ですね。やってる感じがしないんだが、はい、チェックインしました。後でお話をさせていただきますけれども、ものすごいトラブルが起きまして、危うく止まれなくなるところでしたね。そして今回のお部屋ですね、部屋紹介させていただきます。訳あってグレードアップしていただきましたんで、かなり広いですね。これ4500円はまずいわ。他の部屋だったらどんな感じだったんだろうけど、レビューとか見た感じ結構広いみたいなんですね。広い、とにかく広い。ちょっと暗くなっちゃったね。こっちにソファーあって、これ何人部屋だ。6人8人ぐらいいけるな。で、こちらに温泉があります。早速後で入れてみます。景色もいいよ。こちらがテラスからの景色でございます。あれは初島、大島、あれどっちだ、分かんなくなっちゃった。すごく景色がいいです。そして先ほどお話ししたトラブルなんですけれども、たまたま自分が予約した時にですね、予約サイトから入れちゃったっぽくて予約できたんですけど、本当はできない日だったらしく、
客さんを入れてない日だったらしいですね。で、まあ泊まらせていただくことになり、すべてリモートで、チェックインの仕方、ブレーカーの上げ方とか教えていただきました。すごく気さくな方で助かりましたね。隣にコテージがあるんですけど、これも確か同じお宿さんなんですよね。すごく広い。バーベキューもできるっぽいし、温泉かなあれ。あっちも気になる。見に行けないのかな。見に行けたら見に行ってきます。あれ、このコテージは別かな。繋がってる感じあるんですけどね。すごく綺麗で大きいぞ。この3階の部屋のベランダから奥に繋がってるんですよ。で、さっきのコテージに行ける道があるっぽくて、で、さらに露天風呂っぽいのが見えたんだよな。泊まってみたいぞ、普通に。本日はですね、貸し切り状態なので、若干不気味な雰囲気もありますけどね。電気がついてないっていうのは、電気つくか。すごい贅沢ですよね。この建物丸々貸し切り状態ですよ。いやー贅沢。後で下ってみよう全部。部屋に戻ってきました。周りも閑静な住宅街、別荘なのかなかわからないですけど、すごく静かで、まあ、ただ車で来ないと来れないかな。車でもなかなかな坂道だったんですけど、これはまた興奮してますよ。コスパ良すぎて。では温泉入っちゃいます。かなり源泉が熱いみたいなので、少し薄めながらですね。この錆びついてる感じがいいでしょう。またでました。もう体ポッカポカ、すっべすべ。いやー本当ここすごいぞ。そしてですね、先ほど温泉に入ってる途中にですね、この錆びつきの割に味もしないし、とろみも全然ないなと思って、いやけどこれ温泉だよな、間違いなく温泉だよなって思って、横をねチラって見たら、ほら蛇口がねもう一個あるんですよ。あれ、こっちって薄め量の水だよなと思ったら温泉こっちから温泉が出るみたいで、後から付け足しましたね。でこっちの蛇口から出てくる水をね舐めてたんですよ。で味しないし、これおかしいなと思ってこっちも舐めたんですよ。もうねめちゃめちゃ濃いっす。これは薄めないとダメなくらい濃くて、何が言いたいかというと、ここの宿ヤバすぎです。コスパ良すぎです。温泉に入ってる時にアルカリ性単純温泉かなと思ったんですよね。アルカリ性単純温泉だともう結構分かりづらいというか、なので気づいた自分が本当すごいなって思ったぐらいですね。もう普通のお湯に入ってただけですからね。で、成分表を見てみると、強塩味、強苦味、無臭、もう今までに感じたことのない味でした。それではまだ午後の5時ぐらいですので、今日はそんなパタパタしたくないので、一回少し寝て、その後に夜ご飯を食べてお酒を飲むという贅沢な時間を過ごさせていただきます。そしてまた温泉に入れちゃうっていうね、やばいわ。では一旦おやすみなさい。起きました。結構寝ちゃいましたね。もう9時です。では今から夜ご飯食べます。本日の夜ご飯セブン飯でございます。まあ今日は周りに飲食店があるかどうかもわからないですし、
8時以降はやってないですよね。で、お酒も提供してるかどうかわからないので、もう初めからセブン飯にすることを決めてました。おいしそう、お腹すいたー。もうめんどくさいんで、いろんなもん混ぜて焼いちゃいまーす。今日の夜ご飯です。こちらがエビチリチャーハンと、こちらが、ヤンニョムチキンチョリソーです。いただきます。そして鍋焼きうどんを投入いたしました。セブン飯久しぶりにがっつり食べたけど、うまいわ。これはうまい。店出してほしい。ごちそうさまでした。うまかった。この後はゆっくりしてまた温泉入っちゃいますかね。夜の温泉入ります。風呂場が結構寒いのと、そこの窓を開けたら半露天になりそうなので楽しめそうですね。温泉出ました。もう体ポッカポカ。どちらかというとこれすべすべになる温泉ではないのかな。お湯と薄めたからわからないですけど、昼間はすべすべに感じたけど実際そうではないのかもしれない。ポカポカに感じさせてくれる温泉かもしれないですね。温泉自体も冷たいのとあったかいのが出るので、お湯と薄めながらうまく温度調整して入る感じがいいのかな。あれは本当苦すぎてしょっぱすぎて温泉だけでは入ることができない気がする。それではこの後晩酌しますか。マジで贅沢すぎる。今日贅沢って何回言ったんだろう。それでは晩酌のお時間が来ました。本日はですね、居酒屋に行けなかったので軽くチーズをハムで焼いておしゃれな食べ物を作りました。つまみを作りました。そしてアイスペールも置いてあったので助かりますね。それでは、このまましっぽりやらせていただいて明日を迎えたいと思います。ではいただいちゃいます。あー冷えてる、うめー。おはようございます。朝です。8時ぐらいですね。今日も天気いいな。初霜がくっきりと見えてますよ。じゃあ早速朝風呂入りますか。こんな感じでお湯と温泉をうまく混ぜてですね入るわけですよ。朝風呂も楽しみだ。温泉出ました。あっち。そしてこのテラスで涼むのが最高に気持ちいいっすね。あー涼しい。天気いいな。本日はいつもの味噌汁は飲まずにですね、持参した緑茶を、あったかい緑茶を飲みます。あまりお腹が空いていないのと、このあとすぐラーメン花月を食べますので、控えめにしておきます。ではチェックアウトいたします。もう大満足ですね。この価格で温泉ついててこれだけ部屋も広かったら最高すぎますね。まあ居酒屋とか行かずにゆっくりとコンドミニアムで過ごす形だったら2泊3日とかもありかなと思いました。それではですね、この後河津桜を見に行きますので、またそちらの動画は後日アップさせていただきますので、概要欄 URL よりご覧いただけたら幸いでございます。ではまた続きでお会いしましょう。バイバーイ。もうすでにね分かったんですけど、桜祭り見頃
いんですよ。咲いてますよ咲いてますよ。